こんばんは、アネオタサッカーニュース担当赤崎蓮華です。今回のトピックスはこちら。2021年クラブワールドカップ日本での開催が決定。 FIFA は4日、2021年の FIFA クラブワールドカップが日本で開催されることを発表しました。クラブワールドカップは2021年から24クラブが出場する新フォーマットで実施される予定で、開催地も中国に決定していたが、2021年に開催が予定されていた FIFA コンフェデレーションズカップが延期されたことなどを受け、理事会は新フォーマットへの移行を延期し、現行の7チームによる大会を2021年後半に日本で開催することを決定しました。なお、今年のクラブワールドカップは当初の予定では12月にカタールで行われる予定でしたが、例のウイルスの感染拡大の影響により延期が決定。来年2月に開催される予定となっています。これっておそらく中国が例のウイルスに関係するいろんな数字偽って発表していた疑いが高いっていう報道絡んでますよね。正直尻拭いとして日本に押し付けられた感じが否めないんですけども、仮に日本で開催するとしても海外サポーターの入国禁止はまあ必須にしてほしいところですね。では本日はこの辺で、お相手は赤崎蓮華でした。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。